三角に折ります。さらにもう一度三角に折ります。三角の袋の部分を開きます。向こう側も同様にします。開いている部分を下にして、左、右、上をそれぞれ真ん中の線に合わせて折り目をつけます。開いて、上の一枚の角を持ち上げて平らにします。向こう側も同様に作ります。ひし形の左右を中心線に合わせて折ります。裏返して、裏も同様に折ります。鶴の胴体ができました。次に、下側が2本の足のようになっていますので、右側を上に折り上げます。
ように反対側も折り上げます。左側の折り上げた先端を下に折り下げると顔ができます。形を整えると折り鶴の出来上がりです。